列車ただいま時間通り運転しております。そこの後青函トンネルに入ってまいりますが、ご参考までに、トンネルに入ります時刻、若干の時差がございますが、10時17分ごろ予定しております。本州側の短期海底機の通過時刻が10時24分ごろ、トンネルの最深部一番深いところを通る時刻が10時31分ごろ、北海道側の吉岡海底機の通過予定時刻10時37分ごろ、トンネルを出ます時刻10時46分ごろ予定しております。今日はご利用いただきましてありがとうございます。の次の停車駅、木古内になります。10時55分。続きまして、終点の函館11時38分の到着でございます。Thank you.